はい、どうも、ルーでございます。キングスレイドやっていきたいと思います。はい、だいぶ進んできて、まあいろいろ育成も追いついてきて、あとは装備をカスタマイズする時間を、まあ、増やしていけばいいのかなっていうところですかね。なので少しずつちょっと PV コンテンツに力入れ、 PVを進めていこうかなっていうふうに考えてるところです。で、今一回ちょっと自分のパーティーというか育成したキャラ紹介して、こっからまた育成していこうと思ってるところもちょっとお話しできればなと思って、あれ、まだアチーブメントあった、図鑑か。この初めてルビーでキャラ手に入れました。多分ピルロップだと思うんだけど。で、今、まあ、ずっと、クラウス、レピー、レクイナ、ミリアンヌでやってきたんで、ずっと、このメンバーで、PV、ま、ダンジョンってか、冒険か、してるんですけど、まあ、それは多分変わんないと思うんだよね。で、そこに今、ニックスとミルルを育てているっていう感じですね。一応、まあ、俺が頼りにしてるのは、アルテマなんで、太陽のローブ。こっちがいいな。ブラックドラゴン狩れるようになりたいんですよね。まず、ブラックドラゴンの80狩れるようになりたくて、ベルフレームワンド。ちょっとしか変わんねえからこっちにすっか。強化すればこっちの方が強くなるし。で、今ミルルも、90まで上がるようになったんで育て始めてるとこですね。専用装備も持ってるし。で、アルテミア、ローレイン、フレイ、カサンドラ、ソニア、セリア、ピルロップ、で、クロウ。で、今、まあ、クロウは最近、ナンパしたんですけど、変態さんに、流に言うと、ナンパで、今、新しく、こう、次、誰ナンパしようかなって思ったときに、魔法型の盾もやっぱりまだ少ないので、なので、ネラクシス行こっかなーって思ってるとこっすね。俺の前に立ちはだかるやつ、それが正解かどうかわかんないけど、まあ俺正解とか、なんかみんなの話聞くと、まあやっぱりある程度はあるけど、好きなキャラ使うのが一番いいよっていう風に言ってもらえてるんで、とりあえず、PV、やっぱり、まず俺は PVP からやりたいんですよ。で、そっから少しずつ、やっぱりパワーアップしていくには、だんだん勝てなくなってくるじゃないですか。そしたら、PV コンテンツに手を広げていって、少しでも強くしていくっていうのが、やっぱりセオリーだと、自分の中では思ってるんですね。で、今のセブンナイツもそうだと思うんで、で、まだ俺、ブラックドラゴンが、今、T7 の、2段階まで来てるんですけど、1段階しか、まだクリアできないですね。なので、今、ギルドのね、ロビーができて、そこに加入させてもらえたんで、ギルメンの力借りて、どんどん、そこら辺も上げていけたらな、っていうふうに思ってます。はい。で、ただですね、ちょっと、俺の中で、この、今のこの血統順が自分のパーティーのレベルとマッチングしてんのかが、なんかこう、ちょうどいいところなのかがまだわかんなくて、ゴールドリーグなんですけど、どのぐらいなんですかね。前なんか、コメントいただいた時だ
はプラチナかプラチナ止まりじゃないかみたいなことを言われたんですけど、やっぱそんなところなんですかね。まずプラチナ行くところなんですかね。ちょっと見ていただけたらなと思うんで、でクイナ外してミルル入れてちょっといくかな。まあやっぱレベル差があるからゴールドではないのかな。フォートじゃなくなってる。さっさとゴールド抜けてく感じがいいんすかね。1日10回までできるのね。あとはまあ回復したりとか。でオナーリーグはまだやったことないんで、まあちょっとまあ動画内でやるか動画外でやるかちょっと悩んでるんですけど、あとまだ分かってないのが、あんまそこまで分かってないのがワールドボスかな。ワールドボス PVE に強いとかっていうのがどういうものなのかっていうのがまだいまいち分かってないんで、一応参考にしてるのはアルテマです。何回も言うんですけれども、アルテマって俺昔から使ってるんですけど、結構早いなっていう情報早いなっていうところもすごい感じてるんで、なのでしかも細かいしね情報が、なのでいいかなっていうふうに思ってるんですけど、分かってゲームを分かっている人がコメントをいただくとすごい参考にもなるんですけど、やっぱりね自分の理解をやっぱり大きく超えちゃってる部分もあって、結局理解しきれずに終わってしまって、アドバイス、せっかくいただいたアドバイスを活かせない時もあって、それが心苦しいところがあるんですよね。なので、早く、なんかそこら辺を追いついて、やっていきたいなって思ってるんで、これからもね、温かい目で見ていただいて、応援いただければ、すごい嬉しいなと、僕は思っております。キングスレイド、まだまだこれから伸びるゲームだっていうふうに思ってるんで、それを少しでもね、楽しんで伝えていきたいなと思ってます。なので、応援、よろしく、お願いします。さて、じゃあどうしようかな。とりあえず、ミルルの超越を進めていこうかな。やっとね、挑戦し、やっとここら辺も集まってきたんで、素材がね。どんどん超越進めて。なぜこいつもクラウスが外れてしまうのかが。結構キャラも多いし、可愛い子が多いっすよね。だから、やっぱり男の子には目はなかなかいかないっすよね。1.5 倍だとちょっとあれだよね、結構早すぎて何してるか分かんなかったりする勝ちました、魂たち。これちょっと音大丈夫、大丈夫か。オーケー。とりあえずなんか
PVP、確かミルルが PVP で高かったような気がするので、ちょっと待ってね。うん、PVP SS って書いてある。なのでちょっとミルル育てようかなって思ってるところですね。ちょっとよく分かんなかったのが、このニクスの、ニクスも PVPSS ってなってるんですけど、ニクスのウィザードなのに物理属性っていう、攻撃力は、攻撃タイプは物理属性っていうのがちょっと意味が分かんなくて、ちょっと戸惑ってるところもあるんですけど、ちょっと時間の関係で一括ジョーカーでしますわ。やっぱりね、こうやって少しずつ強くなっていくのが楽しいっすな。さて10秒間対象の火ダメ 25%。難しい。これはシチュエーションが敵一体ってことはさ、もうほぼ確定か、勝ち確定じゃないのかな。普通にシンプルにダメージ40でいくか。これも正解不正解あるだろうけど、ちょっとまあ自分的にどうするかっていうのは考えていくか。全然能力が違う、プラスが違うからな。プラス上がれば、あ、間違えた。プラス上がればこっちの方が強いな。オッケーオッケー。このままちょっと先にミルルをチョイスしていこうかな。騎士の魂は何があろうと折れん。まあとりあえず PVP やりつつ、ストーリー進めていこうかなと。まあまず全然やってないから分かんないけど、いかに9章ともいえども初級イージーぐらいはクリアできるよね、きっとね。みんな悩んでるのはヘルとかだよね。オッケー。いやー、このゲームほんとコンテンツが多くて消化が大変ですね。ほんとセブンナイツとどっこいかな、俺のイメージの中では。どうしよっかな。味方全体のクリーナー目を30% 上昇。おー、悩むなこれ。
この英雄ではない敵っていうのは、これ要はあれですよね、モンスターってことですよね。これにしよっかな。これがいまいち分かってないのが、光と闇じゃないですか。これで光を選んだら光しか選べないんですかね。まあ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 、それはまあ後でいっか。あ、もう超越できない。お、すげえ、なんかいつの間にか4000も溜まってる。多分あれだな、塔やったからだな。知恵のエッセンス、とりあえず50。とりあえずミルルをもうガツンと50じゃねえ、5にしちゃいます、超越。それで今日の動画を終わりにしようかな。ちょっとミルルレベル上げるためにこれからちょっといろいろ回らないといけないんでね。先週がね、結構いろいろバタバタしてて、まあ、昨日とかも、部屋の整理整頓、まあ、配信環境をね、ちょっと整えるために、結構いろいろやってたんで、ほんと1日かけてやったんで、なんも、できなかった。オーケー、超越5だね。ありがとうございます。日々の努力がね、こう報われていく瞬間、非常に楽しい。楽しいし嬉しい。25ポイント。あ、どっちも選べるんだ。うー、攻撃力、防御力、ヒットポイント 15%、 クリティカル率プラス100。攻撃時、攻撃した敵の数だけ自分に網スタックを付与します。50スタックになると暴走し、10秒間攻撃速度は800。うわー、難しい。わかんない。これは後でやろう。アルテマ見ながらやろう。 OK、 まあこんな感じでね、今進めております。で、今あれだ、ちょっと待って、8章、8章がどこまで進んでんだっけな。
ファッションはまだイージーか。イージー途中か。まあ、ここクリアして、うお、なんじゃこいつ。かっちょいい。ちょっとまあ、ここら辺進めて、ここら辺を優先して進めて、やっていこうかなと思います。早く急所行って。うん。はい。というわけでね、今の進捗状況だったりとか、まあ、今後やっていきたいことっていうのをね、あと、まあ、そこら辺をご紹介させていただきました。これかもね、セブンナッシュじゃない。キングスレイド、どんどん頑張ってやっていきますんで、応援のほどよろしくお願いいたします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。